こいつには絶対負けたくない。私、梶谷茜、14歳、そして長男の葵。そう、私たちは双子の兄弟。それはそうと、今日は一大イベント。憧れの辻利君にラブレターを渡す日。悪いけど、僕は頭のいい子が好きだ。勉強教えてほしいの。はい。何でも葵の方が上手で、何でも比べられて。僕は2位。そんなことがあるはずがない。辻利君、元気出して。黙れ。ただ毎日笑って楽しいだけのバカ女。バカじゃないよな、天然なだけで。あ、葵、ふざけないで。私は強いのよ、昔とは違う。悔しくても傷ついても絶対泣いたりしない。葵、あんたは一生私のライバルよ。かかってきなさい。止まっていた二人の時間がようやく動き出したみたいです。